1808年アメリカ合衆国大統領選挙は、1808年11月4日から12月7日に、かけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。アメリカ合衆国の民主共和党候補者、ジェームズ・マディソンが連邦党から出馬した、チャールズ・コーツ・アース・ピンク・ニーを破って当選した、選挙である。マディソンは、現職のトーマス・ジェファーソン大統領の下で、 国務長官を務めており、ピンクニーは1804年の選挙でも敗れた連邦党の候補者だった。ジェファーソンの下で副大統領を務めていたジョージ・クリントンも大統領候補となり、マディソンの立候補を認めなかった民主共和党の一派から選挙人投票で6票を獲得した。この選挙は新しい大統領が選ばれたが、現職の副大統領がその任務を継続したことでは、 アメリカ合衆国の歴史の中でも2例しかないものの最初の例である。指名は連邦議会議員の党員集会で行われた。トーマス・ジェファーソンは引退の用意があり、民主共和党党員集会はバージニア州出身の国務長官、ジェームズ・マディソンをその後継者に指名した。ジェームズ・モンローも州の権限を支持する共和党員の支持で指名候補であった。また、ジョージ・クリントンは ニューヨーク州共和党の支持で指名候補になった。党員集会ではクリントンを2期目の副大統領候補に指名した。連邦党党,党員集会はサウスカロライナ州出身のチャールズ・コーツワース、ピンクニー将軍と元アメリカ合衆国上院議員でニューヨーク州出身のルーファス・キングを指名した。この選挙はジェファーソンによる1807年の 通商禁止法に対する反対が焦点になった。この法はヨーロッパとの貿易を停止するものであり、ニューイングランドの商人に特に悪影響を及ぼし、イギリスよりもフランスの肩を持つものと考えられた。それにもかかわらず、ジェファーソンのアメリカにおける人気は絶大であり、1804年選挙の時ほどではないにしてもピンクニーは完敗した。ピンクニーは ニューイングランド以外では一握りの選挙人を確保しただけだった。マディソンは一般選挙で3分のに近い64.7%を確保し、選挙人選挙でも圧勝した。ピンクニーは1804年選挙の時の選挙人を確保した上に、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州の全選挙人とノースカロライナ州の3人を確保した。ノースカロライナを除いては、 すべてニューイングランドで回復した。ジョージ・クリントンに投票した造反者はすべてニューヨーク州の選挙人だった。ケンタッキー州の選挙人一人は投票しなかった。ありがとうございます。